皆さんもよくご存知のヒラメはご覧の通り、魚にしてはその見た目がとても変わっています。昔から魚といえばほとんどが左右対称ですが、ヒラメやカレイの目は一方に偏っていて、ヒレも左右ではなく上下に振って泳ぎます。もっと興味深いのは、これらの魚は孵化した直後にはこのように左右対称ですが、3週間後から片目が反対側に移動し、約1ヶ月も過ぎれば顔が完全に歪むということです。進化論の創始者であるダーウィンさえもこのような奇怪なヒラメの発生過程と見た目を見て、彼らの進化過程に対して難色を示しました。そのせいかヒラメの目は進化論を批判する人々にとって格好の的になったのです。特に1871年、イギリスの生物学者だったジョージ・ミバートは、ヒラメの片目が次第に反対側に移動する進化が全身的に起こったと仮定した場合、中間段階の種は生存においていかなる利点もなかったとダーウィンの理論を批判しました。ダーウィンもまた種の起源の第6版では、ミバートの意見を受け入れてヒラメの目の進化をラマルクの養父溶接で説明するという悪手を打ってしまったりもしたのです。彼はヒラメの先祖の一部は天敵から逃れるために海底に沈んで暮らし、そして次第に片目を反対側に移動させるものが増え、このような形質が子孫に遺伝され続け今のヒラメになったと説明しました。このようにヒラメは進化生物学会を混乱させた魚だったのです。このような混乱は20世紀に差し掛かっても続いたのですが、1933年、アメリカの遺伝学者であったゴールドシュミッツは、ヒラメの目は全身的な進化ではなく、偶然の突然変異で急激に進化したと説明します。しかし、それに関連する遺伝子を発見したわけでもないので、彼の主張は定説として受け入れられませんでした。だからといって、全身的な進化説が定説になっていたわけでもありません。なぜなら対象の目から非対象の目に移る中間種の化石が発見されなかったからです。このようにヒラメの目の進化をめぐっては、多くの進化生物学者の間で攻防が繰り広げられました。そんな中、2008年、シカゴ大学の大学院生だったフリードマンはヒラメの進化の秘密を解き明かす証拠を見つけます。その鍵は5000年前に生存していたアンフィスティウムという魚の化石でした。化石から明らかになった彼らの姿はごく普通の魚でしたが、フリードマンの考えは違いました。彼はこの魚がヒラメに似てると考え、ヨーロッパ全土を回って多くのアンフィスティウムの化石に CT 検査を行ったのです。すると驚くべき結果が出ました。反対側の目の位置が頭の上にあったのです。正面から見るとこのような形をしていました。そうです、この化石は左右対称の魚からヒラメに進化する中間段階の種だったのです。続いてフリードマンはウィーン自然史博物館で長い間未分類の魚の化石を発見して、慎重に塩酸をかけて本来の姿を取り戻そうとしていたのですが、この魚もまたこの写真のように右目は正常な位置にある反面、左目は頭上の方に位置していたのです。彼はこの魚をヒラメのように異なる遊泳者という意味でヘテロネクテス・シャネッティと名付けました。フリードマンは先ほどの化石の証拠を通じて、ヒラメが一瞬にして飛躍的に進化したのではなく、このように左右対称の硬骨魚類からアンフィスティウムやヘテロネクテスのように片目が頭上に上がる過程を経て今の姿になるまで全身的に進化してきたと主張しました。ところで、このように全身的に進化したのであれば、彼らの非対称の目は一体生存においてどのような利点があって自然選択されたのでしょうか。科学者たちはアフリカに生息するニンボクロミス・リビングストニーという魚からその手がかりを見つけました。彼らは体を海底に横たわったまま死んだふりをして獲物を待つ方法で狩りをします。これは海底で横たわる行動が生存に有利だということを意味するのです。一部の科学者たちはヒラメやカレイの一部もそれと同様に海底生活をする者がいて、この時片方の目が砂の中に埋もれて片目になるのを防ぐためにやむを得ず頭蓋骨をねじ曲げて片目が上の方に移動する進化の過程をたどったのだと主張します。ただ少しおかしくないですか。なぜ彼らはエイのように体が両側に広がる形には進化しなかったのでしょうか。進化生物学者リチャード・ドーキンスは盲目の時計職人という著書でその理由についてこう語っています。ヒラメやカレイはエイとその出発点からして違っていた。エイはサメから始まった軟骨魚類で、最初から体が左右に広い祖先種から始まり、ヒラメとカレイは体が縦に長い硬骨魚類がその始まりであるため、彼らが海底生活に適応するためには体が広くなるより体を横たえたまま目の位置だけを変えた方が短期的に見てはるかに有利な適応だったはずだと言ったのです。つまりヒラメとエイは別々の系統ですが、修練進化の結果行動と見た目が似てきただけで、最初から出発点が違っていたため必ずしも同じ進化の過程をたどる必要はないというのです。最近ではヒラメの肺の皮膚に発現する色素の非対称性がヒラメの目の周辺で細胞を形成することに影響を与え、これによって片目が徐々に反対側へ移動するという分子的観点でメカニズムを説明する論文も次々と登場しています。あのヒラメにこのような進化の歴史があったという事実に本当に驚きませんか。科学は世界を見る窓。以上、サイエンスドリームでした。ご視聴ありがとうございました。